俳優ソン・ジュンギが本日30日、イギリス出身の元女優、ケイティ・ルイーズ・サンダース氏との結婚を公式ファンコミュニティにて発表し、ケイティ氏の妊娠も報告しました。ソン・ジュンギは自身のファンコミュニティを通じて、僕のそばで僕を応援してくれて、お互いを大事にしながら大切な時間を一緒にしてきたケイティ・ルイーズ・サンダースさんと、今後の人生を一緒にすることを誓いましたと結婚を発表。彼女は善良な心を持ち、自分の人生を情熱的に生きてきました。尊敬できるほど賢くて素敵な人です。そんな彼女のおかげで僕は、より良い人になっていますと、ケイティ氏への思いを綴っています。また、自然に僕たちは、幸せな家庭を作ろうという夢を一緒に願い、お互いの約束を守るために、多くの努力をしてきました。とてもありがたいことに、僕たち二人の間に大切な命も一緒に訪れてきましたとし、本日、深い信頼と愛をもとに、夫婦としての生活を始めるために、婚姻届を提出しますと、再婚の知らせと合わせて、妊娠のニュースも伝えました。最後にソン・ジュンギは、いつも変わらず大切にしてくださる、すべてのファンの方々に、心から感謝申し上げます。特に、僕の俳優人生の中で一番大きな力になってくれた、ケールの皆さんの応援と願いの通り、これから、もっと大きな責任感と情熱という翼を持ち、一人の人間として、そして俳優として、さらに高く飛べるように努力しますと伝えています。ソン・ジュンギは昨年12月、ある女性と好感を持ってお付き合いをしています。二人の交際を温かい視線で見守っていただきたいと、周囲に隠さず堂々と交際中であることを認めました。特に昨年9月、2022エイパンスターアワードでの大賞受賞スピーチで、대전에서시청하고계신저희아버지어머니그리고형형수님사랑하는동생그리고사랑하는우리케이티케이티씨의名前を挙げて感謝の気持ちを伝えており注目されていました。ソン・ジュンギの奥様となったケイティ・ルイーズ・サンダース氏は英国人の父親とコロンビア人の母親との間に生まれ、英国ロンドンやイタリアローマで幼少期を過ごしています。1984年生まれ、年齢はソン・ジュンギの1歳上で、2002年に映画デビュー後、女優として活動してきましたが、現在は活動を中断し、英語講師として活動しているそうです。二人の馴れ初めは、とある知人を通して知り合ったとのことですが、ドラマヴィンチェンツォの、イタリアでの撮影時に出会ったという説もあるそうです。2008年の映画、サンファジョム、運命その愛でデビューしたソン・ジュンギは、ドラマ、ときめきソン・ギュンガンスキャンダル、優しい男、映画、私の狼少年で人気イケメン俳優としての地位を確立しました。代表作、太陽の末裔で共演したソン・ハギョと、2017年10月に結婚、2019年6月に離婚しています。近年は、スペース・スウィーパーズ、ヴィンチェンツォで第2のブレイク期を迎え、そして、昨年末に放送された主演ドラマ、財閥家の末息子は、2022年に放送された韓国ドラマの中で、最も高い視聴率を叩き出し、大きな話題となりました。今年は映画、ボゴタ、ファランなどが控えているソン・ジュンギ。本日、再婚&妊娠を発表後、各方面から、お祝いコメントが多数寄せられているそうです。